これから個人でチャレンジしようって思った時ですよね。果たしてじゃあこの規模小さいのかっていうところにやっぱり目を向けていただくといろんなことができるんじゃないかななんていうふうに考えているところですかね。なんか誰かと出会う回数が増えることで日々通り過ぎていっている情報が何かこう自分の中で引っかかるようになるかとかですね、自分のすごいアイデアがないとダメだよっていうことではないかなとは思います。でも今の考え方じゃ延長上にないよね答えが。だからこそ外の人に力も借りてですね、そこをどうにか新しく別の形にしていくっていう、はい、今日から始まりましたリスキリング、はい、はい、リスキリングでは毎回ゲスト講師にお越しをいただき、地域で活躍するためのスキルやマインドを学んでいきますということで、本日はアイコニックビート株式会社の川西さんにお越しいただいております。川西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単に川西さんのプロフィールをご紹介させていただきますと、日比谷花壇、アスクル、NTT ドコモで、社内新規事業制度の設計や運営、社内企業家育成のプログラム開発などに取り組まれ、その後アイコニックビートを設立、インキュベーション事業をスタートし、大手企業のイノベーションプロセスの設計から地域で次世代を担う高校生のイノベーション教育まで幅広く事業創出分野に挑戦されておられますということで、川西さんのプロフィールを拝見させていただいたら、アスクル時代に MBA も取られてるんですよね。はい、そうですね、そうですね。当時は、ずっと、まあ、転職も1回してとかっていうタイミングで、自分で新規事業っていうものが、まあ、向いてるんじゃないかなとなんとなく思ってたんですけども、なんか現場で習ったことしか自分の中に方法がなかったので、少しこう体系的に学んでみたいなっていうのがきっかけで、門を叩いてですね、2年間チャレンジを実際にしてきました。 MBA 取られた後にドコモさんに転職をされたんですか？在学中に転職してます。あ、はい、在学中に転職されたんです。在学中に転職してます。在学中に転職って私は初めて聞いたケースなんですけど結構あるんですか？まあ、もうそれは人によってタイミングなのでいいご縁のある方は、はい、早かったり遅かったり。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。プロフィールを拝見させていただいた時にすごいキラキラプロフィールでかっこいいなと思ったんですけどあんまり地方っていうワードがプロフィールの中から想起できなくてですね、こう川西さんと地方とのなんか接点とか、逆に今こう地方の行政とも連携してお仕事されてると思うんですけど、なんか地方との接点ってどういったものだったのかっていうのと、あとなぜこう地方フィールドに活動されようと思ったのかみたいなところもちょっとお伺いしてもいいですか？はい、そうですね、会社員時代に何でしょうね、声かけていただいて、地元のあるエリアの地元の何ですかね、インキュベーションプログラムのなんか審査とかにたまに呼んでいただいたりみたいな機会は何度かパラパラあったんですけども、その後やはり少し興味を持って、今度は渋谷でやっていたイベントにですね、そういう地方創生の文脈のイベントに、まあ、自分で参加をしまして、そのあたりから少しずつ行政の方との、まあ、接点ができてきて、なんか自分の持っているもので、まあ、ご一緒できることないかななんていう話をしていくうちにですね、頼りつつ頼られつつみたいな、そんな関係ができてきて、まあ、今に至るっていう、そんな感じですかね。なるほど、はい。なんか地方にのめり込んでいくというか、具体的に知っていく前の地方の印象と、実際行政の方とかとお話しされていく中での地方の印象って、その関わる前後でなんかイメージの変化とか、それこそこうビジネス的な見方の変化みたいなところってありましたか？うんうんうん、ありましたね。なんか行くまでは、まあ、全然行ったこともないし、なんか風土に合うのかなとか、なんか違う世界のビジネスのフィールドなんじゃないかななんて思ってたことあるんですけども、行ってみるとなんですかね、逆にこの自分が持ってるもの と、相手が持ってるものを意外とこう交換し合えるポイントみたいのがあるので、なんかそこを見つけられるとうまくこう進むんだななんていうのを今は
体感しているところですかね。なるほどなるほど。今日のあのテーマはですね、地方はオワコンなのかと、うん、地方のビジネス最前線というところをまさに今あの体現されている川西さんからちょっと学んでいきたいなと思うんですけど、結局地方っていうのはまだいけるんですかね。それはもちろんいけます。はい、我々が都市部にいてよく触れるニュースの情報があったり、あるいは一生懸命リサーチをしている方からするといろんなデータがあると思います。で、そういうところで見える情報ってやっぱこういうふうにパッと見るとですね、これ東京都の実際の事業の、ね、総和の規模の話をしているんですけれども、それと四国4県比べるともうこんな差があるんですよなんて、これだけ見るとやっぱり都市部ってすごいなって思いますし、ね、大きい会社にお勤めになられている方からすれば、会社の中で新規事業をやろうと思った時に上司に説明するなら大きい方に行きたいですって言いたくなるのはすごくよくわかるんですけれども、これから個人でチャレンジしようって思った時ですよね。果たしてじゃあこの規模小さいのかっていうところにやっぱり目を向けていただくといろんなことができるんじゃないかななんていうふうに考えているところですかね。これは新規事業を組み立てる時の教科書とかにもですね、まあ、書いているんじゃないかなと思うんですけれども、実際にサービスとか商品を必要としてくれる方の人数とですね、その方が、まあ、ある期間の中に何回使ってくれるかっていう回数ですね、でそれに、いくらで売るのかっていう価格をかけると、まあ、規模っていうのは算出することができると思います。で、もちろんですね、まあ、日本の例えばトップ企業で、従業員がもう何万人もいる会社においてですね、必要になってくるのが、この何兆円っていう規模なのかもしれないんですけれども、例えば皆さんお一人でまず自分で独立をしてみようって思った時に、今皆さんが会社からいただいている年収っていくらですかね。うん、で、その分を、まずはって言った時にはやはりここの左側に求められてくる数字の大きさっていうのも変わるんじゃないかなと思った時にですね、まあ、さっきの2つの大きな都市部と地方の規模の違いは確かにあるんですけれども、果たしてそれがこの自分に必要とする規模っていうふうに見た時に小さいんだろうかどうなんだろうかっていうところに目を向けていただくといいんじゃないかなというふうに思います。自分の必要とする規模っていうのはどういう規模なのかっていうところを整理した上で、じゃあどういう市場が必要なのかみたいなのをこう逆算的に考えていくイメージなんですかね。何かやっぱり新しいチャレンジをしたいっていうことはある程度自己実現をしたいなって何かこう思いがきっと終わりだと思うんですけれども、それをまあ叶えようと思った時にまあどのくらいの規模感があるといいのかなって考えたら、なんですかね、意外とそのライバルがいっぱいいる大きな都市部の中で、ね、さっきの大きい丸の全部が取れるわけじゃないわけですからね、うん、だとしたらまた別のフィールドで始めようっていうふうに考えてもいいのかなというふうには思いますね。で、大きくですね、事業作りには、3ステップあります。まずはですね、自分が何をしたいんだろうかっていうことに気づくっていうインスピレーションっていう段階があります。で、その次にですね、2つ目で課題を発見しましょう。これは先ほどがインスピレーションは自分の中の話です。で、課題の発見っていうのは自分がチャレンジしてみたいなと思っていることを実際に望んでくれている方がいらっしゃるのかどうかってことですね。なのでこちらはサービス、商品で言えばお客様がその商品を使うことで解決できる課題が本当にあるのかっていうところをですね、見つけるっていうのが二つ目のステップになっています。で、それが見つかればですね、次はそれを届け続けられるように仕組みにしていきましょうと。大きくはこんな3ステップになるかと思います。インスピレーションとかアイデアを出すとか、結構日本人苦手意識持ってる人多いなって思ったりしたんですけど、そこって結局才能みたいな話になっちゃうんですかね。ここはですね、興味関心の強さみたいな、ことが、あるんじゃないかなと思います。ここは
なんか誰かと出会う回数が増えることで、日々通り過ぎていっている情報が何かこう自分の中で引っかかるようになるかとかですね、そんなところからヒントみたいなものが見えてくるっていうところがありますので、まあ、ちょっとしたテクニックはあったりはするんですけれども、どちらかというとそんなにこう自分のすごいアイディアがないとダメだよっていうことではないかなとは思います。まさにここがですね、地方でチャレンジする意義になるんじゃないかなと思っています。今ですね、この図はですね、人口の一人当たりが、その地域で支えている、まあ、インフラのコストみたいなところをですね、県別に出しているものになります。見ていただくと分かるかなと思います。左側ですね、お一人当たりの負担が高い、県が左側にありますけれども、そこに対して右側はお一人当たりの負担が少ない。で、名前見てみると、やはり右側に都市部が来ていて、左側に地方が多いかなという、そんな構造になっています。で、これはやっぱり人口減みたいなところが、大きな要因になっているかなと思います。で、この結果ですね、やっぱり今地方でいろんな課題が、もうすでに顕在化しているっていうところがあります。顕在化っていうのは地方の中でもこれまずいんじゃないっていう、もう問題意識はすでにですね、皆さんで共有されているっていうところですね。で、それに比べてまだ都市部は意外とそういうところが見えてこない。これなんか道路とかでイメージしていただくといいかなと思うんですけれども、例えばですね、ある町で100人の住民がいたとします。で、1本大きな道路があったとします。そうするとその1本の道路を今は100人で維持しているので、その道路1本を100人で割って1人当たりが負担をしているという構図かなと思います。で、これがですね、地方ほど今人口減少というのは先に来てますので、この間まで100人でこの1本の道路をみんなで負担していたのに、それが今急に50人になって、あと数年したらこれを例えば25人とかで、さあどうしようって、それをみんなで支えていくって、もう今の考え方じゃ延長上にないよね、答えが。だからこそ、外の人の力も、借りてですね、そこをどうにか新しく、別の形にしていくっていう、そんな要望がですね、多数寄せられているのが今の現状じゃないかなというふうに思います。ね、事業をやろうって思った時のフィールドの選定として、自分が求めている規模感、サイズ感っていうので見た時に、そんなにまず地方って、小さくないんじゃないかっていうことが言えるんじゃないかというのが一つだと思います。二つ目は、もうすでにですね、課題を探そうって思うって事業すると思うんですけども、その課題がですね、もうすでに見えている状態、むしろ待ったなしで困っているよって手を挙げてくださっている方が、いる状態であるっていうところが一つ大きいかなというふうに思います。で、今後もですね、この状況っていうのは続いていくぞっていうのがやっぱり三つ目かと思います。なので、だからこそ自分がですね、手を挙げて何かそういうところに特に貢献したいなって思いのある人にとっては、今すごい大きなチャンスが、まさに目の前にあるので、自分の腕をですね、磨きつつ、人にそれを提供しつつ、ご自身としてもやりたいことが叶うっていう状態を目指していけるんじゃないかなというふうに思います。インスピレーションというのは、ものすごいアイデアを出せる天性のアイデアマンじゃないとチャレンジできないのかっていうと、決してそんなことはないと思います。ちょっとこれ好きかもって思ったものがあった時に、このモチベーションを試す際に、少し小さな範囲でいいのでトライアルをしてみていただくことをお勧めしています。続けてみて、あ、やっぱりここワクワクするなって感じるところがあればですね、モチベーションが絶えずですね、続いていくものになりますので、のめり込めるテーマであるっていうことに気づけるんじゃないかなというふうに思います。